皆さんこんにちは。こんにちは。今日私たちは水質汚染について、発表させていただきます。水の大切さと水質汚染がどんな問題を引き起こすかと、水質汚染の原因と対策について簡単に説明したいと思います。皆さん、お手元の資料をご覧ください。まず水の大切さについて説明したいと思います。地球は表面の 70% が水に覆われていますが、 70% のうちに使える水は 2.5% だけです。私たちの体も 70% は水で出てきているので、水がなければ生きていくことは困難です。そして一般生活に使えるものは水です。さて、水質汚染とは何でしょうか。ご覧ください。水質汚染は湖や川や海や地下水の汚染です。つまり水が汚くなることです。その上に水は限りある資源だから、水質汚染は環境問題の一つです。私たちはイフルの学生に、インドには水質汚染は深刻な問題ですかと聞きました。ご覧の通り全員ははいと答えました。皆さんよく知っています、ね、次に次にチャンドリカが原因を説明します。チャンドリカ、皆さん、お手元の資料をご覧ください。水質汚染の原因は6つあります。1番目は産業排水です。構造から流れ出る汚い水のことです。2番目は産業廃棄物や不法投棄や侵入です。これは不法投棄とは捨ててはいけないところにゴミを捨てることです。3番目は船舶流出や船舶排水です。これは船から流れ出る油や排水のことです。また4番目は一般生活、排水です。それは私たちは日常生活に生活で川や海に流している水のことです。そして
空気中の大気物質が含まれている水も、すみません、空気中の大気汚染物質が含まれていることも一つの原因です。皆さん、この写真で分かりやすいとだと思います。ご覧ください。この構造から汚い空気が雲に入って、それで雲が水や雪で、その湖や川や海をに混ぜることが空気中の大気汚染物質になります。そして最後に農薬の使いすぎ原因のもう一つ原因の一つです。さて、皆さんにクイズをさせていただきまいただきたいと思います。この三つの原因のうち、主な最も大きな原因は何でしょうか。アンケート調査の説明の後にアシッシュがその答えを発表します。アシッシュ、アンケートの説明をお願いします。皆さんこんにちは。私たちは岐阜の学生35人を対象にアンケート調査を行いました。質問はクイズと同じです。岐阜の学生はこのように答えました。では答えを説明します。20人が工業排水による地下水の水質は主な原因だと思っています。そして6人が産業廃棄物による河川水質汚染は大きな原因だと思っています。そして4人が一般生活による河川水質汚染は主な原因で、空気中で大気汚染物質が含まれていることによるものと、2人が農薬による河川水質は大きな原因だと思っています。しかし実は私たち日常生活で海や川に流している一般生活は主な原因です。原因の 60% が家庭から出ている排水なのです。次はプラビンが先輩も一般生活排水と工業排水は主な原因だと思っています。一般生活は正しい原因です。次はプラビンが水質汚染の対策について発表します。私が
水質汚染の対策について説明したいと思います。水質汚染の対策はいろいろあります。最初は合成酸剤川や海を汚染するものを利用しないことです。そして自然に優しいものを利用することも大事なのです。私たちはアンケートに節水をすることは大事なのでしょうかという質問が聞きました。はい、と答えた人たちに2つの例書いていただき、と、いいえと書いた人たちに理由